新庄さんは2チャンの監督に就任され、スタメンは投票、ファン投票等を言っており、さすがだなと思いました。近年どの競技においてもファンを見せるよりも結果にこだわる傾向が強い印象があります。サッカー界からはファンタジスタがいなくなったのではと考えます。本田さんはスポーツにエンターテインメントが必要だと思いますか。スポーツにエンターテインメントが必要だというよりはイコールだと思ってます。スポーツはエンターテインメントやし、エンターテインメントといえばスポーツやしみたいな。で、別にそれはスポーツだけじゃなくてエンタメ領域に入るんだと思いますね。要するに人を喜ばせて人を見せて、産業が成り立ってるっていうことですよね。それがスポーツなだけで、はい、なので音楽もその分野だと思います。Please follow it. Follow it.